皆さんこんにちは。レックス日光市の根本です。ここでは私は夏川担当するパワーフルローラー講座、その内容をここでご紹介していこうと思います。こちらパワーフルローラー講座、私が担当する講座ですが、大きなコンセプトはここに載っているもの、横断整理と理解を深める、この2つになります。もともと対象者、基準点付近の方、基準点以上の方を対象にします。その方があと一歩勝つための条件、それを満たしていこうとする講座です。具体的には十分な基礎知識を持っている、これが前提で、こちらの方では自分では勉強できない論点を説明していきます。行為能力、抵当権は自分できると思います。先取り特権や仮処分はなかなか勉強しづらいところです。その勉強しづらいところをしっかりやっていきます。またそれに合わせて知識を整理していきます。混ざるのが一番危険なんです。その混ざらないようにするようなための工夫をお見せします。また最後ものを言うのは自力です。その自力をつけるための制度趣旨、それも講義内ではいろいろ説明します。そしてこの3つ、記憶に残すような形で提示してきます。それによってあと一歩を合格レベルまで上げていきます。民法改正はどのようにやるのかと、全部で9回民法の講座がありますが、この9回全部が全部改正だけをやっていきます。ですので改正だけをしっかりやりたい方には特におすすめです。最後に教材の特徴を説明します。教材は基本的に図表です。図だけでまとまっています。図だけだから見やすいんです。見やすいってことで論点がどっかも分かりやすいんです。そして文章ではなく図なのでちっちゃくまとまってます。だからこそ見てください。短時間で確認できます。短時間できるってことは何回も繰り返せるってことです。繰り返せるってことは正確な知識へと消化させやすいんです。ちょっと実際の教材をお見せしたいと思います。はい、基本的に全ての科目、全ての分野についてこういった表を中心に説明していきます。もちろん表の紹介、表をずっと読み上げる、そんなことはやりません。この部分どこが違いますか、ここだけ違ってくるね、次の部分はどうですか、あ、ここだけだね、じゃあなんでこうなると思う、これはこうこうこういう発想から来てるんだよ、というようなその表の攻略の仕方、または背景の考え方、そういったことをもちろん説明していきます。このように基本的に表を中心に説明していくのがこの講座の特徴です。ただ民法だけは違います。民法に関しては条文ベースで作っています。全部の条文が6法のように並んでいます。6法のように並んでいて、なおかつポイントが下に、条文があってポイントが下、条文があってポイントが下という形で作っています。そして改正があった点については条文にゴシックをつけています。なんで改正があったかどうかは条文を見てゴシック体になっているかどうか、そこで判断してください。またその改正が実質的な改正であれば、その下に説明文を入れています。改正の趣旨ポイントと。今回の法改正は実質の内容は変わらないもの、判例通説を条文化しただけのものと実質変更があるものに分かれます。皆さんが意識するのはこの実質変更です。実質変更がある部分はこういったような改正の趣旨ポイントを入れています。一方この上の条文659条っていうのは改正があったんです。ここだけ受記者って言葉でも、これって実質改正はほぼない、解釈を条文化しただけなんです。だからここには改正の趣旨ポイントと入っていません。それによってパッと見テキストを見たときに、あ、実質改正なしね、あ、実質改正ありね、これが実質改正ありだねと、というふうにパッと見実質改正があるかどうかっていうのがすぐ分かるようになっています。もちろんこの講座
条文だけではありません。民法についてもこういった横断整理の新作図表、これを多くご用意しております。これが私が担当するパワーフットローラー講座です。そして最後になりますが、2年ぶりです。今年は全科目すべてを再収録しております。ぜひ最新情報ご期待ください。以上で私の方の説明は終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。